どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日 JAL がねフライオンポイント2倍キャンペーンを発表いたしましたので、今回の動画ではおすすめの路線とおすすめのクレジットカードね解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、 JAL がねフライオンポイント2倍キャンペーンをね発表いたしましたよね。結構ね衝撃だった方もね多かったのではないのかななんていうふうに思うんですけども、本日の動画ですね、国内線のおすすめ路線とおすすめのねクレジットカードを紹介していきたいなと思うんですけども、ちょっとね国際線に関してはですね、今ね必死に検索させていただいているんですけども、燃油サーチャージのね関係もありまして、なかなかねおすすめ路線っていうのは、まあ昔であればですねシンガポールのタッチとかね、まあクアラルンプールのタッチとかね有名だったりするんですけども、そこら辺の路線をね全然利用できない、まあ非常にね運賃が高くなってるっていう風になりますんで、ちょっとね今検索させていただいておりますので、海外路線のねおすすめ路線に関してはちょっとねいいのがございましたらですね、またね別の動画で解説ね入れたいなと思いますので、とりあえず今回は国内線のおすすめ路線と、またね JGC っていうのはクレジットカードに付帯するサービスっていう風になりますんで、JGC がね付帯することができるねクレジットカードでおすすめね紹介していきたいななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、 JGC 仕様のね人気路線といえば伊丹那覇もしくは羽田那覇、このねファーストクラスがね非常に人気路線っていう風になります。このね羽田那覇のね普通運賃であればですね、片道3352フライオンポイントがね稼ぐことができるっていう風になりますんで、まあ、今回ねこれの2倍キャンペーンっていう風になりますんで、片道でね6304フライオンポイントをね稼ぐことができます。これ片道で6304フライオンポイントって本当にすごいですよね。これ片道でこのフライオンポイント数っていう風になりますんで、まあ、往復していただくとですね、12608フライオンポイントがね羽田那覇ファーストクラスで往復するだけですね獲得することができるっていった形になるんですよね。でこちらがねおすすめっていう方はですね、お金はねちょっとかかってもいいけど時間を節約されたいっていう方はですね、こちらね往復で12608フライオンポイントがね稼げるっていう風になりますんで、これね4回往復していただければですね JGC 収入ね終了するっていう風になりますんで、ちょっとねお金はかかってもいいんだけど時間を節約されたいっていう方はですね、こちらがねおすすめっていった形になります。でこれでねいくらぐらいかかるのかっていう話なんですけども、この今ね羽田那覇のねこのファーストクラスの、まあ、お得な運賃っていうのはもうねこのキャンペーンが7月の31日までということで、キャンペーン期間ねかなり短いんですよね。っていうのもありまして、もうねお得な運賃っていうのはもう全部刈り取られてます。ですので、まあ、平日含めね土日ほとんどね空席ないかななんていうふうに思いますので、まあ、利用していただくとなるとですね、まあ、往復割引みたいなね、まあ、そういった運賃を利用するっていう形になりますんで、まあ、大体片道ね6万円ぐらいねかかってくるっていうふうになりますんで、まあ、往復するとね12万円ぐらいかかるっていった形になります。これが4回っていうふうになりますんで、まあ、単純計算していただいてもですね48万円ぐらいねかかるっていった形になります。まあ48万円っていうね結構大きい金額がかかるわけなんですけども、フライオンポイントっていうね単価ありますよね。まあ大体ねフライオンポイントの単価は10円を切ればねいい方だって言われているんですけども、まあ今回ね2倍キャンペーンが来ておりますので、全部で48万円でね利用していただいたとしてもですね 9.5 円とかでね終わらすことができるっていう風になりますんで、まあこれでもね十分お得にね終われるっていう風になりますんで、できるだけね時間を節約されたい方はですね、羽田那覇のねファーストクラスを往復で利用していただくのがねいいのではないのかなと思います。それでは次にですね、できるだけね価格を下げたいっていう方はですね、今ね今日この動画出てる6月13日になると思うんですけども、だいたい1ヶ月後であればですね先得運賃っていうのがね利用することができるっていう風になりますんで、まあだいたいね7月の中旬ぐらいからですね検索していただいて、羽田那覇のね先得運賃をね利用していただくのがねいいのではないのかなと思います。羽田那覇のね先得運賃だと本来ね、片道1476フライオンポイントをね獲得することができるわけなんですけども、こちらね
今回の2倍キャンペーンで片道合計ね2952フライオンポイントがね獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、これをね往復していただくと5904フライオンポイントがね稼ぐことができるっていった形になりますんで、1回のね往復で5904フライオンポイントっていう風になりますんで、だいたいね8往復ねしていただければですね47232フライオンポイントがね稼げるっていう風になりまして、またねちょっと話はしてなかったですけども、 JAL カードをね保有されている方は初回搭乗ボーナスっていうのがありまして、まあこれあの JAL カードを保有して搭乗していただくだけですね5000フライオンポイントね獲得することができるっていう風になりますんで、まあこれをね足していただくと52232フライオンポイントね稼ぐことができるっていう風になりますんで、まあ価格をね下げたい方はまあ基本的にはねこれがおすすめになるかなっていう風に思います。それでは次に価格の部分ですね。実際どれぐらいお金がかかるのかっていう話なんですけども、羽田那覇ね先と運賃で往復していただくと、私がね先ほど検索したらねこういった形になりました。まあ大体ね1往復で3万円から、まあ、高いところで4万2000円っていう感じですね。できるだけね安い路線をね探してまあやらせていただいたんですけども、まあこれもですねちょっとこの動画を見られてまた検索するときにねこの運賃の路線がないみたいなのもね、まあ、あるかななんていうふうに思いますので、まあ参考程度にね見ていただければなと思うんですけども、まあこういった形でね利用することができます。まあこれでね8往復っていうふうになりますんで、まあこれでね利用していただくと、まあ大体ね羽田那覇8回の先と運賃ですね、これで28万6960円っていうふうになりますんで、まあこれでね JGC 収入ね完了っていった形になります。まあこれね5万ちょっとはみ出しておりますので、もう1往復減らしてですね残りの分はね旅行で達成するみたいなね、まあそういった感じでもいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ完全に羽田那覇の先と運賃で終わらすっていうと、まあこういった形になります。大体28万6960円ということで、フライオンポイントの単価だと 5.4 円とかなんですよね。めちゃくちゃ安いですよね。前にね言ってるかもしれないですけども、フライオンポイントの単価っていうのはだいたいね10円を切ればいいっていうふうに言われておりますので、まあ、5.4 円とかね本当に驚異的な数字になるわけなんですけども、2倍キャンペーンっていうのが、まあ、いかに破壊力があるかねわかるかななんていうふうに思うんですけども、もうねキャンペーンが発表されてもう5日ぐらいね経っておりますけども、こういった形で利用することはねできるっていうふうになりますんで、まあ、この動画見ていただいてですね、ちょっとね安い路線たくさん調べて、まあ、利用していただくのもねいいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。まあ検索のコツっていうわけではないんですけども、これね見ていただければ分かる通り、片道がね9000台で帰り道が2万円台とか3万円台とかねあると思うんですけども、まあどちらかねこの9000台がね抑えれば、まあ結構ねお得に利用できるかななんていうふうに思いますので、まあ行きのね運賃でああもう高いのしかないって言った形で、まあ、諦めるのではなくてですね、行きちょっと高い運賃でも帰りねすごい安い運賃で帰ってこれれば、まあ、平均的にねフライオンポイントの単価下げれることができるっていう風になりますんで、まあここら辺もねちょこちょこチェックしていただいて、行きと帰り両方のね運賃で見て、まあ大体3万円から4万円ぐらいでね抑えられればねいいのかななんていう風に思いますので、ぜひね諦めずにチェックねしてみていただければなと思います。それでは次ですね、今回フライオンポイント2倍キャンペーンで一部ね倍になってさらに500ポイントがねもらえる路線がありますよね。まあ、公式サイトねこちらで出ておりますけども、まあ、私の方でね区間マイル先得クラス J 特便クラス J のねフライオンポイントをちょっとまとめさせていただいたんですけども、まとめさせていただいたのはいいんですけども、ちょっとね私が調べた感じだとこの追加で500ポイントもらえる路線っていうのは、元々のね、価格運賃の設定が高くてですね、先得とかね、そういうので調べても、なかなかいい路線っていうのはね、出てこなかったんですよね。唯一ね、いいなと思ったのはですね、こちらですね、伊丹から青森路線ですね。こちら片道784フライオンポイントが稼げるわけなんですけども、まあ、今回の2倍キャンペーンで1568でプラス500ポイントがもらえるっていう風になりますんで、片道でね2068フライオンポイントがね稼ぐことができます。ですので往復していただくとですね4136フライオンポイントが獲得できて、まあ、運賃がですね28380円ということで、こちらフライオンポイントの単価だとね 6.8 円とかで利用する
することができますので、まあ当日往復もねできてね、まあフライオンポイント 6.8 円台ということで、こちらはね結構いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあこんな感じですかね。もしねこの路線めちゃくちゃいいですよみたいな感じなのでありましたら、ぜひねコメントいただければなと思います。それでは次にですね、フライオンポイントのね検索の方法なんですけども、まあ皆さんね分かってる方多いかななんていうふうに思うんですけども、 JAL の公式サイトでフライオンポイントのね計算方法っていうのが利用することができます。公式サイトね概要欄に載せておきますので、この画面がね出てくると思いますんで、まあ出発地ですね、で到着地でクラスですね、こちら普通席なのかクラス J なのかファーストクラスなのか、まあ、こちらを選択していただきます。でその下のねカード種別とステータスっていうのは、まあ、フライオンポイントにねこれは関係ない数字、まあ、これはねマイルの計算だとこちら入ってくるんですけども、フライオンポイントの計算ではねここ入ってきませんので、ここは空欄で OK です。で利用運賃っていうのが下の方にね行っていただくと、運賃1234568ということで、まあ、これにね運賃種別で全部ね書いてあると思いますので、まあ、ご自身がね利用される運賃をですね設定していただいて、検索する押していただくとですね、まあ、こういった形でねあのフライオンポイントがね計算されます。で、あの注意していただきたいのは、前回の動画でも言いました通り、先得の場合はですね搭乗ポイントっていうのが入ってこないんですよね。ですけども特便で検索していただくと、この搭乗フライオンポイントっていうのがねこれ400ポイントついてると思うんですけども、まあ、これがね入ってきちゃうんですよね。で今回のフライオンポイント2倍キャンペーンはこの400ポイントに関しては倍にならないっていうキャンペーンの公式サイトに記載があるんですよね。ですので特便でね利用される方はですね、検索あの計算ね間違えないようにね注意していただきたいなと思います。まあこういったね話をさせていただいてるんですけども、前回のフライオンポイント2倍キャンペーンですね、この搭乗ボーナスのポイントもね2倍になりましたっていうコメントもねいくつかいただいておりますので、まあ一応公式サイトではですね、この搭乗ボーナスっていうのは2倍になりませんよっていう話ですので、この点はねご注意いただければなと思います。それでは次にですね、おすすめのねクレジットカードのね解説に入っていきたいなと思うんですけども、こちらね JAL の公式サイトのホームページなんですけども、 JAL のクレジットカードには普通カードとクラブ A、 クラブ A ゴールドカードとプラチナカードっていう風にあるんですよね。で JGC に対応したカードっていうのがこのクラブ A 以上のねクレジットカードっていう風になりますんで、普通カードの場合はあの JGC にねあの付帯することができないんですよね。まあ、ANA でも SFC に対応したカードがねあると思うんですけども、この JGC っていうのはクレジットカードに付帯するサービスっていう風になりますんで、 JAL の場合もですねこのクラブ A 以上のねクレジットカードが必要っていった形になります。ですので必然的にですね1万1000円以上の、まあ、年会費がねかかってくるっていう風になりますんで、この点はねご注意ください。でどのクレジットカードがねおすすめなのかっていう話なんですけども、まず ANA のクレジットカードだと、まあ、還元率がこれだから、まあ、これがいいんじゃないかみたいな話をね結構させていただくんですけども、 JAL のクレジットカードっていうのは JAL ショッピングマイルプレミアムっていうね年間3300円かかるサービスがあるんですけども、こちらに加入していただくとですね、普通カードでもクラブ A カードでもクラブ A ゴールドカードでもプラチナカードでも全てのクレジットカードで還元率 1% 還元ということで全部一緒なんですよね。ですのでクラブ A でもクラブ A ゴールドでもプラチナカードであっても全部ね還元率 1% っていう風になるんですよね。ですので付帯サービス等々がね必要だなって思われる方はゴールドカードがねいいのかななんていう風に思いますし、 JGC 取った後にですねこのカードはメインカードとかにしないでもう JGC を維持するために持ってますよみたいな方は、まあクラブ A カードのねあの一般カードでねいいのかななんていう風に思いますので、 JAL カードの方はですね非常にシンプルっていう風になりますんで、ご自身のねスタイルに合わせて選んでいただければなと思います。私個人的にはですね今ね JGC 仕様ねしようかななんていう風に思ってるんですけども、まあ私の場合はですねおそらくねあのメインカードにはしないかななんていう風に思いますので、クラブ A のね一般カードにして JGC 維持するだけでね保有したいなという風に思います。ということで今回ですねフライオンポイント2倍キャンペーンでおすすめ路線とクレジットカードね紹介させていただいたわけなんですけども、まあちょっとねこのフライオンポイント2倍キャンペーンの国内線に関しては6月8日にねこれ発表になって、当日発表で当日開始でしかも7月の31日までということで、本当にあと1ヶ月半ぐらいでねこちら終わってしまうっていう風になりますんで、まあちょっとね期間が短いのはね利用しづらい部分ではありますよね。国際線の方はね9月末までね利用することができるんですけども、まあなんでね国内外でこのキャンペーン
便期間を分けたのかちょっと謎ではありますけれども、ちょっとね国内線はね利用しづらい部分ではありますよね。まあ7月末に終わってね、また10月とかね、そのぐらいにまたやってくれるとね非常にありがたいんですけども、まあ今年でこの期間、短い期間だけしかやらないってなるとね、ちょっと残念ではあるかななんていうふうに思いますよね。でクレジットカードに関してはもう本当にね JAL カードの方はシンプルっていうふうになりますんで、メインカードにするかどうかでですね選んでいただくのがねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。